恋愛ゲームあのー、まあ俗に言う、まあ、ギャルゲーと言われてるジャンルのゲームとかあるんですよね「ときめきメモリアル」とか女の子と会話しながら自分でこう選択肢を選んでって <laughs> で、まあ、どの子と結ばれるかそのプレイヤー次第みたいなゲームがあるんですよ。で僕昔からそういうゲームは苦手でうん、うん、でまあそんな興味もないんで。うん やっってこなかったんですよ、うん、でただその僕がまだねあのおもちゃで働いてる時に、うんえー、友達のもう本当にたくさんのオタクがいるんですよいろんなジャンルの。うんうん、でその人がもうほんと俗に言う二次元オタクうん、うん、で「虹オタ」って言われてるね。でそのエロゲーというジャンルがあるんですよ。うんうん、ちょっとこう エッチなシチュエーションのこうゲームをまあ自分でこう選択とかしてその子と結ばれてみたいなのがあるんですけどそのエロゲーというものがいかに素晴らしいかを僕に休憩時間もう30分延々と話してくれたんですよねでその時に最初興味なかったけどまあそこまで熱もって言われるとまあ俺も結構なんかそういう趣味のことってなんだろう理解したいなって思うから。 でまあ、そのやってもないのに否定するのはよくないからいつかやりたいなと思ってたの、うん、でそんな,なんかマブラブ」というゲームをそいつはものすごい推してきたのあ<ー>もうエロゲーとかそういうジャンルでくくりたくないと、うん、もうこれはもうエロゲーっていうのはもうストーリーを楽しむものエロなんてもうただただまあちょっとしたボーナスとしてあるだけだみたいなことをも,ものすごい熱く語ってきた俺に。 で俺はもうその時嘘つけって思ってたのカッコつけんなよって思ってたんだけど <laughs> <ー>でちょっとある時に最近、えー、スチームデック買っていろいろストアをあさることが多くて、うん、で「マブラブ」が目について、うん、でなんかね50%オフみたいなのされてたのようん、うん、でなんかもういい機会だなと思って俺やってみようと思ってうん、うん、なかなかこ,んこういうのやる機会なかったから、うん、で まず俺がこういうゲームをするにあたって、うん、やっぱやらなきゃいけないことがあるじゃないまずいかにその奥さんを説得するか <laughs> ああまあそっか一人暮らしじゃないもんな一人で暮らしてて自由にできるわけじゃないのよでその恋愛ゲームやるにしてはちょっとでかいテレビを買いすぎたとリ,リビングに。<laughs> いやなんか言ってたもんねその他の全然デトロイトの時にほ、ね、かのゲームそういうゲームじゃない時の恋愛的な選択肢ですら選ぶのうちょっとなんか躊躇しちゃうなみたいなのがあるからああでもこれそもそもエロゲー絶対ダメじゃん <laughs> <laughs> まあ一応全年齢対象版っていうのがあってああそ,のそういうシーンだけカットされてるのああああでストーリー部分だけみたいな。うん で、まあ、それをまず言ったのよね。いや、そういうシーンない。北斎<西>そう。シーンみたいな。でもそもそも、その、旦那が <laughs>、うん、 二次元の女の子口説いてるのがちょっと見てて、うんうん、いやかもな宮下は男の主人公で口説<う>く,くんだ女性は。そうそうそうその子と、ま、なんか学園しで、まあなんかえー、恋に落ちたりする<ー>なんかいろいろはちゃめちゃなことあったりとかしながら<あー> <laughs> そうでなんかあそうかと思ってでいろいろ調べたのマブラブについてでネタバレ踏みたくないから、うん、俺ももう慎重よ一歩一歩。うんしたら そのマブラムの情報として「うん、その進撃の巨人」を書いてる磯山先生が参考にしたって記事があ、うんうん、でもこれだと思って、うん、この切り札 <laughs> でも進撃の巨人大好きだから、うん、でもこの切り札でいったらまあまあまあ100歩譲ってまあやってもいいよみたいななるべくその私のいないとこでやってくれみたいな許可を、うん、あもらったんだもらえたのよあ、えー、だえど、うん そのあまりにやっぱねギャ,ギャルゲーっていうそのジャンルに出てくる女の子たちが、うん、ちょっと現実離れしすぎてんのよね、うん、なんかいやこんな子いないけどなみたいな、うん、全く好きになれなくて、うん、正直ちょっと苦痛だったの、うん、やってて、うん、でもこの「マブラブ」っていうのはこのギャルゲー部分が不倫になってんのよね、うん、でその俺が やってるのは「マブラブでマブラブラアンリミテッド」でオルタネイティブでとうとう本番に入るのよ本編でそこまで我慢してやろうと思ってでも最初はもう何なんだこれって思いながらやっててで「アンリミテッド」に入ると恋愛シミュレーション学園ものじゃなくて急になんかあの宇宙人に支配された地球の話になるの。 女の子のスーツがあのちょっともうびっくりしたんだけどほんなんか肩パッドだけつけてて<う>あとその周りこの体<う>胸の部分とかあと、で部とかその辺があのなんだろ透明度の高い曇りガラスみたいな感じのものすごいこういやらしいスーツ。 なんだよ露,出露出っていうのか分かんないんだけど、うん、一応クリアパーツで覆ってはあるんだけど透明度の高い曇りガラスみたいな感じだからあ<ー>まあもうそれなのよ。うん、でそれがもうパンってなんか画面にでかくパンって出てきてテキストがねテキストが。でだから俺も 奥さんがその入ってくるたびに一回ホーム戻ってピョンってホームバンって戻ってでなんか探してるふりしてストアでなんかこのゲームなのみたいな感じで探してるふりしてで奥さんがどっか行ったりとかまあ作業え要は皿洗いとかしてる時にまたカッってつけてやるみたいなのそのわけわかんないなんか一個挟んで。 やっててじなでも進みも遅いし、うん、謎のなんかストア見てる時間も <laughs> 長いし別に欲しいものもないのに次行きたい,な言いながらあっこれ安くなってんだなとか <laughs> なんかその一つなんかカモフラージュみたいなのしながらやってて <laughs> 結構ずっと苦痛だったの、うん、だちょっと俺このゲーム嫌いになりそうなぐらいの感じだったんだけど、うんうん、最近やっとオルタネイティブに入って。うん マジであの全ヒロイン俺大好きだしめっちゃ毎日泣いてんよ <laughs> もうあえー、めちゃくちゃおもろいそんな面白いんだすごいわあ、えー、めちゃくちゃよくできたシナリオ <laughs> ギャル系の部分がフリになって <laughs>、えー、素晴らしい伏線回収の数々 <laughs> よく,よくたどり着いたね奥さんの目盗みながらね頑張りましたよだからなんか恋愛ゲームプラスメタルギアやってる感じ、えー、ス,テステルスゲームやりながら <laughs> 隠れて見つかんないようにそうそう奥さんに見つかんないようになりながらテキスト進めるっていういや大変でしたけど、うん、めちゃくちゃ面白い、えー、すごいわ そうなんだ、うん、もうちょっとあいつの言ってたことが分かりました本当だったんだね本当でしたあいつの言ってることはごめんなさいカッコつけたとか <laughs> なんか思っててすいませんでした<ー>本当にはいというわけでそろそろお別れの、まあ、気づいてるだろうけど奥さんはねうん、うん、いやい一回見られた何て <laughs>、うん、言ってんの <laughs>